右が、フリッツ・フォン・オペルロケット自動車ロックに、フリッツ・フォン・オペルは、ドイツの自動車会社、オペルの創立者、アダム・オペルの孫で様々なロケット動力の乗り物を、会社の宣伝のために作った。ロケット・フリッツの異名で呼ばれた。デュッセルスハイムに生まれて、ダルムシュタット工科大学で学んだ。オペルのテスト部門の部長になり、宣伝の仕事も行った。1920年代に、 ロケットによるスタントを宣伝に使うことに興味を持って、新設されたばかりの宇宙旅行協会のマックス・バリエと、火薬製造者のフリードリヒ・サンダーからのアドバイスを求めて様々な乗り物にロケットを取り付けた。1928年3月15日最初のロケット動力の自動車ロック1を試験し、最高速度時速7 5トルを得た後、2ヶ月の うちに24本の個体ロケットをつけた自動車、ロック2で時速 230km のスピードに到達した。その年、アレクサンダー・リピッシュからエンテという名のグライダーを購入し、ロケットを取り付け、世界初のロケット動力の航空機を6月11日作り上げた。エンテはオペルが操縦する前に2度目のテスト飛行で爆発したので、ユリウス・ハーティから 新しい機体を購入し、再びロック1と命名し1929年9月30日に飛行に成功した。その他に機関車に30本のロケットを取り付けて時速2 5 4キロメートルのスピードに達した。1929年にドイツを去ってスイスで没した。ありがとうございます。